エンパイアステートビルの UK86 階にある展望台からの夜景エンパイアステートビルディングはアメリカ合衆国のニューヨーク州、ニューヨーク市マンハッタン区にある超高層ビル。エンパイアステートはニューヨーク州の異名である。建築家集団、リッチモンド H シュリーブ、ウィリアム・カイラム、アーサー・エル・ハーモンの3名によって設計されたエンパイアステートビルディングは マンハッタン島を代表する高級ホテルである、ウォルドルフ・アストリアが建っていた跡地に建設された。低層部や最長部には、当時世界的に流行したアールデコ様式が採用されている。建設は、ニューヨーク州知事を務めたアル・スミスの指示によるものであった。工事は、クライスラービルディングから世界一の高さのビルの称号を奪うために急ピッチで行われ。 1931年に竣工したが、世界恐慌の影響で、オフィス部分は1940年代まで多くが、空室のままであった。そのため、エンプティーステートビルディングと揶揄されることもあったが、戦後は多くの人々が訪れる観光名所となり、1972年に、ワールドトレードセンターのノースタワーが竣工するまでの42年間、世界一の高さを誇るビルとなっていた。 完成して55年が経った1986年にはアメリカが州国国定歴史建造物に指定されるなどニューヨークのシンボルの一つとして認知されていった2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件においてワールドトレードセンターが複数の旅客機を用いた体当たり攻撃を受け内部にいた多数の利用者も巻き込みながら崩壊してしまった際には ノースタワーを電波塔にしていた各局が放送不能となるが、WCBS-TV はエンパイアステートビルの電波塔を活用し放送を続けた。事件後、WCBS-TV は被害を受けた各局に電波送信スペースの貸し出しを行った後、2005年より地上波テレビ各局の電波塔がこのビルに集約されることになった。 その後、テロ事件でのワールドトレードセンターの崩壊による相手方の消滅という悲劇的な理由によるものではあるが、このビルが再びニューヨークで最も高いビルとなった。2012年4月30日、建設中の一ワールドトレードセンターのフロアの高さがエンパイアステートビルのフロアの高さを上回った。2013年5月10日にはアンテナを含めた 最長部の高さも1ワールドトレードセンターがエンパイアステートビルを上回り、ニューヨークで最も高いビルの座は再び入れ替わった。ビルの総床面積は204,385平方メートルに及び、質量は全体でおよそ33万トンある。6,500個の窓や73機のエレベーター、1,860個の階段などで構成されている。 最上階である102階の床面は地上373.2メートルの高さにあり、天候は381.0メートルである。また、1950年代に付け加えられた上部付属施設である電波塔を合わせた場合の地上高は443.2メートルである。最上階付近一帯と電波塔にはイルミネーションによる光の演出が施されており、 日によって色の変化を見せる。かつては先頭部分に飛行船を経留できるようになっていたが、後に電波塔が設置され、テレビラジオ用送信用アンテナ機材が取り付けられている。頂上はニューヨークエリアにおけるテレビラジオの電波塔としての役割も持っており、以前より WCBS-TV がこのビルをサブの電波塔として利用していた。近年の環境保護の動きを受け、 エンパイアステートビルでは2009年以降省エネ化のための大改修を行い、エレベーターや窓ガラス、電球といった部分を省エネルギー化することで大幅な消費エネルギーの削減を目指している。2013年にはエンパイアステートビルディングを中心とする不動産、投資信託であるエンパイアステートリアルティトラスト社がニューヨーク証券取引所に上場した。 エンパイアステートビルディングの屋外展望台は世界的に有名なものの一つであり、1億1000万人を超える来場者が訪れている。ビルの86階にある屋外展望台からは窓越しではなく、直接ニューヨークの街を360度一望することができる。102階にある第二展望台は1999年に一度閉鎖されたが、 2005年11月の再オープンより、追加料金を支払うことで入場できるようになった。しかし86階のものと比べると非常に小さく、またガラスで完全に囲われたものであり、混雑する日には閉鎖されるので注意が必要である。その後、2019年10月には、第2展望台が再改装され、周囲をすべて見渡すことが可能となった。展望台までのルートは、 公式ウェブサイトによると、ビルそれ、自体と同じように有名であるとしている。それは、サイドウォークの列、ロビーエレベーターの列、チケット購入の列、第2エレベーターへ続く列、そしてエレベーターを降り展望台へと続く列の5つから、なるものである。また特別料金を支払うことで列に並ばずに、展望台へ行くことも可能。列の途中では、記念写真の撮影があり、 帰りの際には完成した写真を見て購入することができる。エンパイアステートビルディングはニューヨークを代表する建築物であり様々な記念日やイベントに応じて多彩なライトアップが行われる。代表的なものだけでも2016年12月のユニセフ創設70周年や2015年3月17日の聖パトリックデー。 2014年7月13日の 2014FIFA ワールドカップにおけるドイツの優勝記念などライトアップされる行事は多岐にわたる。2011年4月4日には同年3月11日の東日本大震災に対する結束を示すため日本国旗である日の丸の色にライトアップが行われた。逆に追悼や環境保護イベントのため消灯することも珍しくなく、 2019年3月30日には、アースアワーのため消灯が行われ、2016年6月12日には、フロリダ州で起きた銃乱射事件の追悼のために消灯が行われた。エンパイアステートビルディングでは年に一度、1階から86階の展望台まで駆け上がるレースが開催されており、2015年には第38回大会が行われた。詳細は、 1945年エンパイアステートビルディング B-25 爆撃機衝突事故参照1945年7月28日9時49分濃い霧の中をニュージャージー州のニューアークリバティ国際空港に着陸しようとしたアメリカ陸軍の中型爆撃機 B-25 が79階の北側に衝突して機体が本ビル内に突入するという事故が起こった 79階で火災が発生し、衝突時の衝撃で機体から脱落したエンジンが、破壊したエレベーター扉と、同シャフトを経て80階へ延焼したが、約40分後に消火された。乗員3名を含む死者14名を出したものの、比較的小型の機体であった上に着陸直前で燃料残量が少なかったことから、建物自体への損害は比較的少なく、 事故後二日で営業を再開している。なお、この事故でエレベーター一機のケーブルが切断され、エレベーターガールを乗せたまま約三百メートル落下した。エレベーターガールは全治八ヶ月の重傷を負ったが一命を取り留めた。9.11でビンラディンラが航空機突入の標的として本ビルを狙わなかったのはこの事件の教訓から、 航空機を突入させても、本ビルは、東海に至らない可能性を考えたからだという説がある。1963年1月9日に、複数のフロアから同時に火災が発生した。当初、火災の発生した木澤橋は65階、66階、67階で、その後24階、25階、33階、55階、 67階の合計8つの木図端からの出火を確認。出火の原因はビルを縦に貫くパイプの中にある電線からの出火が疑われた。火災発生は早朝で、ビル利用者の多くが出勤する前だったので大きな混乱はなかった。この火災により、同ビル内にあるテレビ局1局、ラジオ局2局が放送を停止するなどの被害が出た。 1997年2月22日、69歳のパレスチナ人の元英語教師が86階の展望デッキで突然銃を取り出し、歩き回りながら約100人いた観光客に向かって無差別に発砲した。デンマーク出身のミュージシャンが死亡、6人が負傷した。犯人は銃乱射後、米紙を打って自殺を図り、病院に搬送されたが死亡した。 銃のほか、ナイフと爆弾と声明文を所持していた。声明文には、シオニズムへの怒りと、アメリカ、フランス、イギリスのパレスチナ人に対する不当な扱いへの怒りが綴られていたが、公式発表では、あくまで政治的なものではなく、詐欺被害による金銭的な破綻が原因とされた。しかし、10年後の2007年、犯人の娘がデイリーニューズ氏のインタビューに答え、 犯行の目的は政治的なものでイスラエルを支援するアメリカへの報復としてエンパイアステートビルを破壊するつもりで行ったが当時この事件が和平交渉へ悪影響を及ぼすことを恐れたパレスチナ自治政府は母親へ虚偽の発言をするように指示したと述べている。1990年米国プルデンシャルファイナンシャルは1987年に10月19日に起きた ブラックマンデーによるバブル崩壊後の逼迫した財政を立て直すために様々な事業を手放すなどしていた。1980年代に所有していたエンパイアステートビルを売却すると広告を出した際にそれを買ったのは横井秀樹だった。横井は1982年に火災を起こした東京永田町のホテルニュージャパンのオーナーで最高裁判決までの間 様々な場所に今日構えていた。多くの希望入札価格が2500から3000万ドル台のところ唯一4000万ドル台の価格提示をしたのが中原キー氏と名乗る日本人女性、つまり横井の愛称の子で横井の代理人だった。こうして1991年8月23日、正式の調印式をもって横井秀樹がこの摩天皇のオーナーになった。 その後、横井とキーコが所有権をめぐり血みどろの法廷闘争を引き起こし、その保業不の利を狙うニューヨークの不動産王、ドナルド・トランプが所有権をめぐって彼らと関わることになる。エンパイア・ステート・ビルは様々な映画や小説に登場するが、有名な特撮映画、キング・コングもその一つである。人間の所業に怒り狂うコングは、エンパイア・ステート・ビルに、 故郷の断崖を見たか、外壁を剥がしつつよじ登り、頂上で野生を叫ぶ。しかし、文明の象徴でもあるその場で、森の王者の命運はつき、人々には問いかけが残される。なお、キングコングがこのビルに登ったのは、1933年制作のオリジナルと2005年制作のオリジナルの筋立てに、忠実なリメイク版の2回 1976年制作のリメイク版で登っているのはワールドトレードセンタービルであった。これにはエンパイアステートビルの関係者からなぜうちに来ないのかとの抗議の声が上がったという。その他エンパイアステートビルを舞台にした作品としては1939年の開講が知られる。エンパイアステートビルで再会する約束をした男女の恋物語で 1957年と1994年に再映画化された名画である。21世紀に入って以降はイギリス BBC 制作によるテレビドラマドクター・フーガール。2007年に制作された新シリーズシーズン3の第4話及び第5話において2007年のカナリー・ワーフから緊急時空移動で逃亡してきたダーレク4体が 世界恐慌の最中にこのビルを建設、ここを拠点として人間とダーレクのハイブリッド種を創造し、種の復興と世界の支配を計画した。エンパイアステートビルは米国土木学会によって2001年20世紀の10大プロジェクトを選ぶモニュメント・オブ・ザ・ミレニアムの高層ビル部門に選定された。これは20世紀最高の高層ビルと認められたことを意味する。なお、 このモニュメント・オブ・ザ・ミレニアムは他に9つの部門を設けており、例えば水路交通部門ではパナマ運河、ダム部門ではフーバーダム、空港の設計、開発部門では関西国際空港が、鉄道部門には英仏海峡トンネル、長尾大橋部門にはゴールデンゲート・ブリッジが選定されている。エンパイア・ステート・ビルディングからの360度パノラマ、 123456ありがとうございます。